い、こんにちは、ゆうです。今日もことだまをやっていきたいと思います。はい、ということで新降臨クエストセブン神樹降臨がやってきたので、今日はこちらをやっていきたいと思うのですが、強い今までで一番強いんじゃないかなって思うぐらい強くて、一番苦戦しました。で、まあいろいろ試行錯誤してって言って、まあその時間経ってないんですけど、結果この編成落ち着いたので、これでやっていきたいなと思います。そうで、このステージはザコ1体とセブン神樹1体の2体構成になっていて、まあ、戦い方としては4ターン以内にザコを倒すで、倒さないともうほんととんでもないことになってしまうので、4ターン以内に倒さなきゃいけないんですが、4ターン目に倒したとしても速攻次のターン復活させられてしまうので、ザコ的にダメージを与えつつも敵リーダーセブン神樹に与えていきダメージも与えていきたいということで、全体攻撃がいいかなと思います。ただ単体攻撃でザコ敵を 1,2 ターン目で倒して、でそのあと2ターンぐらいで敵リーダーセブン神樹をガンガン攻めていくっていうのもありだとは思うんですけど、ちょっと何回か試してみたんですけど、マスにパワーダウンのマスを結構置かれるんですよ。1ターン目3つ、その次2つ、その次1つみたいな感じで置かれてしまうので、なかなか高火力ダメージ与えられないということで、まあ、全体攻撃の強い超ガチ強いのを、まあ、その空いているマスでガンガン与えていって、うまく倒してっていうことを全体攻撃やっていく方が効率がいいかなと思います。クエスト開始ってことでやっていきましょう。あのね、本当に強いなと思った。なんならこの間出たあの超絶マジマのマジマチャレンジみたいなやつよりよっぽど難しいかなって気がしたんだけど、どうなんだろう。まああれはな、恨み持ってるかどうかによるんですが、そう、こういった感じで敵が2体で、左側が雑魚敵だね、この子で、右側がボスで、この子を4体以内倒さないとどんどん火力アップされてしまうので、早めに倒していきたいところ。ただ見てもらったら分かる通り、こうやってあのパワーダウンのマスが3つ置かれてしまっているので、これが本当に厄介なんで、これを避けつつ、例えば最中とかね、作れたら、このサラウマンダーで最中とか作れたら最高なんだけど、とりあえずどうしようかな。とりあえず中止とか作っておくか。お、生きたね。とりあえず井を置いておこう。で、これ強とか作っていきたいから木は取っておきたいんだよね。なんで慶中が一応あるけど、サを一回待ちたいから小をここに置いておいて、あ、マイチューってあるかな。マイチューあるんだったらもうまでガツンと攻めたいところなんで、まああれ、マイチューあれ、ありそう、ない、なかった。まあ慶中にしたとしてもケツアラコロナ僕超過してないんで、そんな強くないからっていう言い訳をしてみる。そう、これが超勝ちでも本当もう、いや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 、めっちゃ攻撃力落ちるからな。で、このヨとか入れてるのは、あのサラウマンダーとかキントウロブロスの超勝ちを発動しやすくするためですね。おお、これ遊楽とか遊来なんで、ラを待ちたいところではあるけど、どうしようかな。一応欲があるから、遊曲ってあれば、それでもいいんだが、ありそうかな。クをここに置くのはちょっともったいないんだけどね。もったいないというか怖いんだけど、回復力落ちちゃうから。あ、ウモ来たな。まあいいや、極東でね極東でガッツリ回復して、ちゃんと、うん、これで遊曲があれ、勇気、遊曲、遊曲あった。なんだ、遊曲の遊がアルファベットになってたか。あ、どうせそう、極東があるか。そっかそっか。これでまあ回復2体使っちゃったけど、一応防御力アップするからいいかな。ちょっともったいなかったけどね。まあ、ただ、キントロボスの超ガスが発動したから、行ってこい。恨み対策で超化しは終わってるんで結構強い。うん。あ、このキントロボスは超化 HP も攻撃力もマックスにしてます。恨みのために作ったキントロボス。さあ、ここで、どうしようかな。まあ、このラミアを使っていいダメージ与えていきたいよね。なんで、まあ、一か九が来るでしょうってことで、ラを置いておく。で、まあ一応、ウかな。一応、異様ができるから、うん、ウを置いておいて、ちょっと待って、来いよ、頼む。あ、来た来た来た。洋楽。洋楽はわかんないけど、楽神はあるよね。で、一応回復もできるし、洋楽あった。オッケー。まあただ、ヨがね、パワーダウンしてるから、そんなにダメージ与えられないけど。ただ、火力アップするから、いいんじゃないの？回復もパワーダウンしてないから完璧。 OK、 いってこーい。このも超過済みです。完全な、今回何もしてない。星5は基本何もしてないけど、まあ、パワーアップしてるから OKOK。 あと一撃ぐらいで倒せる。ただ強い、どんどん強くなっていく。本当になんだこのステージ強すぎだろう。
ウクレバな、重罪か。とりあえず1個この置いといてみるか。ウクルか分かんないけど。なるほどね。まあ、ここで毛糸とかサイト作れるから置いておいて。なるほど。まあ、さあ置いとくか。サイト。まあ、来ないよね。ウー1個しか入れてないんですよね。なんで、ここはどうしようかな。魔を置くか。マサイできるし。マサイ族のマサイできるし。多分、サイ、サラウマンダーで左側の雑魚敵は倒せると思うから、単体攻撃の2体が敵リーダーに行ってくれると、ありがたい。オッケー。まあ、超勝ちじゃないけど、そこそこ入るはず。オッケー、オッケー。まあ、これで3分の1ぐらい食らわせたかな。まあ、ただ、もう速攻回復4ターン目なんで。なんで、またここから、この同じことの繰り返しっていう流れですね。で、ここは、このもう本当に3つとか多すぎだろ、マジで。くっそ。この、だから空いてる唯一のところに死を置いとくか、しちゃってるね。この子も、確か超過し終わってるはず。で、まあ、ショロンって多分あると思うんだけど、一応、まあでも、ちょっとか、入れてないんだった。もうショロンにかけるしかないわ。で、あとは、まあ、毛とか捨てておいて、まあ、生きたから、でも、木捨てるか、サイ取っておいて、まあでも、書使ったからな。まあ、いい取っておきたいかな。うん、取っておこう。ちょっとしょぼいけど、まあ一応ショロンで、超ガチ発動するから、まあ合計1万ぐらいは、いかないかな。1700からの5000ぐらいはいく ?7000 いったか。これが1000ぐらい弱っ。なあ、弱っ。1万いかないぐらいか。マジでパワーダウン厄介だな。さあ、どうするか。今、木も死も使っちゃったから、強とか小が作れない状況になっちゃったんだよな。やっちまったな。なんで、回復しつつって感じかな。まあ、担当かな。回復は必須だから。あ、トウマイってあるよね、多分。これはトウマイでいこう。トウマク。いや、クは取っとこう。ラクができるから。オッケーオッケー。ラク来たね。ラが来た。トウマイあれよ。オッケー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 。オッケー、これは助かったっていうか、ナイス。この、マリン・アントワネットがいい感じに左側の雑魚敵を、やってくれるはず。さあ、行ってこい。ほんとこのステージ、今までの、なんだ、降臨クエストと違って、すごい集中力がいる。ものすごく集中しないと、本当にミスって負ける可能性あるから、ながら作業ができない、このステージは。まあ、とりあえず、楽、なんとか楽ができそうだけど、まあ、ラインの可能が楽だから、とりあえずラを置くでしょ。あ、洋楽ってあるよね。まあ、とりあえず楽作って、洋楽かな。あ、当楽。あ、でも、当楽のがありそうだけど、どうしよう、悩む。さっき洋楽って作ったんだっけ。当楽で作ったんだよね。洋楽ってあるかな。いやだ、とここの置きたくないな。洋楽あれ。洋楽。さっき洋楽で作ったんだっけな。いや、多分と、あれ、どうだったっけ。忘れちゃった。そもそもどっちでもない可能性もあるけど、OK。とりあえず、正月回復で、まあまあ回復して、倒せるんじゃないかな。オッケー、倒していく。今回は4ターンかかんなかったかな。ただまあちょっとダメージ落ちるけど、オッケー。そうすると回復そこ来ないんですよね。ただ次のターンかな、回復は。とりあえずここはまあこの死を使っていきたいから、まあ、ウ来ないにしても、ショーって置いておいて、図書を作って回復するでしょ。で、書斎デイとか。マイレイってあんのかな、書枚があるか、どうなんだろう。まあ、どちらにしろ、敬礼は絶対あるんだけど、祭礼、書斎にしたとしても、どうせ超勝ちにならないから、まあ、敬礼の方がいいのかな。まあ、ただ、書枚が絶対あるから、まで行こう。で、あわよくば、マイレイがあれば、か、書枚があれば、あ、書枚すらない。やったなぁ。もったいない。まあ、ただ、半分ぐらいは削れたかな。もっといったか。3分の1ぐらいいったか。今のままもったいないな。やっちまった。とりあえずもう、ケイリ、あ、ショックにしてよかった。ケイ曲もあるかな。曲。あ、曲、ド。オッケーオッケーオッケー。ケイ曲もありそうだけど、あったあった。まあ、ただね、パワーダウンしてるから、際どいんだけど、まあ、ただ回復2体、1体は埋もれちゃったけど、
ドが生きてるから次の攻撃は耐えれる。そしてうわ全然回復しない。そしてパワーダウンしてるとはいえど行ってこい。まあねそんなもんか。72000じゃない7200。 OK 耐えていく。さあウがそろそろ来そうだけど、あなるほどね、その位置にはまあ章作ってもしょうがないからな。章裏が作ればいいんだけど、まあいや、ケイここかな。でケイエン、あラ来たか。どうしよう。ただここはちょ回復しなくて耐えれんのかな。処刑しかないよね。でもただこれで左側の雑魚敵倒せたから、攻撃耐えれれば勝てるかな。耐えれればどんぐらい食らうかな、まあ、一応慕ってる姫が闇属性ダメージ軽減してくれるし、ピザールコロナもそうだよね。違うね、慕ってる姫だけか。あてか倒していく、倒していくんじゃないの。オッケーじゃない、耐えろ。オッケー耐えた。あははは、殴ってやるぜ。まあ、ただ、なんかうまくできなそうだな。できなかったら怖いけど。とりあえず、ウをここに置いておこう。なるほどね。何も来ないと。ラをここに置く。あー、なるほど。ここはもう裏地だ。もう、長官書か作る必要もない。あ、行くんかい。まあ、ただ、これで、まあ、あとは、ミーとか作っておいて、倒せるよね、さすがに。火力アップするし、HP もちょっとでしょ、さすがに。オッケー勝っていくって感じで、まあちょっと僕もまだ、やり慣れてないので、安定してっていうか、その、楽々周回っていうわけにはいかないけど、まあとりあえずこの編成だと勝てるので、一応勝てますっていう感じだな。はい、ということで今日は新降臨クエスト、セブン神樹降臨の上級を攻略してみました。でまだまだ超楽勝に周回できるぜみたいな感じにはいかないんですが、っていうか強いですよねこのステージ。強いっていうか難しい、今までで一番ハードル高いなって、難易度高いなって気がするので、結構難しいんですが、一応この編成だとこのケツアルコロナリーダー、満腹リーダーで勝てるので、よかったら試してみてください。で僕そのガチャキャラで新新しいのとか全然持ってないので、光属性強いのなんで、それを持ってる方とかはそれぞれを採用するとより戦いやすくなるかなって気がするのと、あとラミアがこの編成だとめっちゃ便利っていうか強いので、光上級ステージ15をクリアしていない方とかは他のガチャキャラとかで代用するっていう形になるかなと思います。で用を2つ入れてるんですけど、これはまあ今日に関しては均等ロブスの超ガチを発動するために5文字採用の今日と、あと章に関しては別に章を作んなくてもしちゃってる姫超勝ちできるんだけど、章を作ると章裏っていうのがあって、このラミアとしちゃってる姫を合わせて章裏超勝ち2個みたいな形が作れるので、用2個採用してるんですけど、ラミアを入れない場合は用は1個でいいかなって気がします。まあ、なので、自分の持っているキャラに合わせていろいろ改変性は変えていっていいと思うし、あとケツアルコロナに関してはリーダースケール60、40なんですけど、満腹にこだわらなければ他にも、まあ、単純にこのサラウーマンダーでさえ60、60なのでガチャキャラで代用はいくらでも効くので、マップリーダーはもしこだわりがなければもう変えちゃっていろんな他の強力なリーダースキルに変えていっていいかなと思うので、いろいろ試してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。